皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日は原子力ロケット解説の続きをしていきます。今日はっていうより今日もって感じだな。でも好きなんでしょこの話。本当にそう見えるのか？見えるけど。おめでたい目をしてんな。ありがとう。褒めてねえよ。さて、1972年を最後にアメリカの原子力熱推進エンジンの研究は解散したわけだけど、1983年から始まった戦略防衛構想で再び脚光を浴びることになったわ。大きくて重い衛星を打ち上げるからとか言ってたな。そうね。前にも言ったんだけど、ロケットのエンジンの力は毎秒で噴射されるガスの量とガスの噴射速度で決まって、地上では大気圧があるからガスの噴射量を増やして燃焼圧力を上げる必要があるんだけど、宇宙空間は真空だから燃焼圧力よりもガスの噴射速度が重要になってくるわ。そうだったな。原子力熱推進エンジンは液体水素を推進剤として使って、原子炉で液体水素を加熱膨張させて噴射するから、化学燃料を使うロケットと比較して燃焼圧力よりもガスの噴射速度の方にメリットがあるわ。それでロケットの2段目エンジンとして宇宙空間で使うんだよな。そういうことね。戦略防衛構想で再び脚光を浴びた原子力熱推進エンジンはプロジェクトティンバーウィンドという名前で、1987年から研究と設計が始まるんだけど、およそ1億3900万ドルが費やされたこの計画は1991年で終了することになるわ。4年で完成したのか？いいえ、完成しなかったわ。何があったんだ？プロジェクトティンバーウィンドに対する予算がつかなくなったわ。でも効率が良くて必要なんだろ？そうなんだけど、もう不要になったのよ。どういうことだ？研究と設計が進められていた原子力熱推進エンジンは、大きくて重い衛星を効率よく軌道に乗せることを目的としていたんだよね。そう言ってたな。未来兵器とも言えるレーザー衛星などの大きくて重い衛星の研究が軒並み頓挫したから、いつもの化学ロケットで良くなったわ。あらまあそうなのか。でもなんかもったいない気もするな。これからも研究と設計を続けるために必要なお金は4億ドルと見積もられてたからしょうがないね。4億ドルもか、結構かかるんだな。小型高出力化に対応した地上試験設備を建設しなきゃいけなかったからね。そうなのか。ここで研究と設計がされたエンジンはティンバーウィンドエンジンと呼ばれてて、ティンバーウィンド45、75、250の3種類があるんだけど、最も高出力なティンバーウィンド250では、海面水力 1912kN、真空重水力 2451kN、真空比水力は1000秒とされているわ。まあ、設計上のお話だからあれだけどね。それって大きなエンジンなのか？実用化された液体水素エンジンの中でも強力なスペースシャトルの SSME エンジンよりも強力で、日本の H2A ロケットの1段目エンジンである LE7A と比べると、真空重水力は2倍以上あるわ。すげえな。その代わり重量は 8.3 トンあるんだけどね。打ち上げの時は強力なロケットが必要だな。ちなみに一番小さなティンバーウィンド45エンジンでは、重量が 1.5 トンと化学エンジンとほぼ同等で、海面水力が 392.8kN、真空水力が 441.3kN、真空比水力は1000秒だから、H2A ロケットの2段目エンジンである LE5 シリーズと比べると、重量はおよそ4倍、核水力はほぼ同等、真空重比水力はおよそ 2.5 倍って感じね。それがいいのかどうなのかわからんな。簡単に言っちゃうと、重量はあるものの同等な水力を出しながら燃費効率は2倍以上ってことね。あくまで設計値だけどね。結局試験もできなかったわけだしな。そしてこのプロジェクトティンバーウィンドにスパイがいたわ。前回の最後ら辺で言ってたやつだな。当時アメリカエネルギー省に勤めてて、エネルギー省が設定している情報アクセス権限の中でも上位にある9クリアランスという秘密レベルのデータにアクセスできる権限を持っていたスチュワートの Z という人物が、ティンバーウィンドの情報をイスラエルに流出させようとして逮捕されたわ。デリケートな情報を、よりにもよってイスラエルかよ。でもね、これにはイスラエルはノータッチよ。どういうことだ？9クリアランスという秘密レベルに設定された情報は国家安全保障に関わるもので、流出すると重大で計り知れない影響が出る可能性が大きいから、アクセスできる人物は軍に所属していない人物で過去の経歴を調べられるわ。まあ当然だな。そ
それに加えて抜き打ちで身辺調査なども行われてて、スチュワードの Z はその身元調査の手口に引っかかったってわけ。どんな手口なのか気になるな。気になるなら私めに教えてください霊夢様って言って、実家の月が吹っ飛ばされないうちに早く教えろ。これはひどい。スチュワードの Z は1989年からエネルギー省や国防総省などのアメリカ政府機関に勤めてて、原子力熱推進ロケットや原子力電池などの核関連の研究をしてたんだけど、2006年に退職した後は非営利法人を立ち上げて、NASA やイスラエルエアロスペースインダストリーズなどに技術コンサルタントとして関わってきたんだけど、車や住宅ローンなどの個人的な支払いを NASA へ不正請求していたことなどで司法省に目をつけられて、司法省はイスラエル諜報特務庁のふりをしてスチュワードの Z と接触した結果、200万ドルとイスラエルのパスポートと引き換えに、アメリカの核と防衛に関する様々なデータを渡してきたことから逮捕されたわ。とんでもない出来事だな。スパイ行為の罪と NASA への不正請求、脱税の罪も加わり、そこから司法取引と過去の功績が引かれて、2020年11月に釈放。今は回顧録を執筆してるみたいね。大きな事件を起こした人が本を出版するあるあるだな。再び脚光を浴びた原子力熱推進の研究は完成することなく終了したわけだけど、アメリカにはもう一つの原子力推進エンジンがあったわ。もう一つ？これまでは原子炉で加熱した水素を噴射する原子力熱推進だったけど、もう一つは原子炉で発電した電力で進む原子力電気推進よ。電気で進むってどういうことだ？マリサはイオンエンジンって知ってる？知ってるも何も霊夢から嫌というほど聞かされてるぜ。原子力電気推進はイオンエンジンのような電気推進エンジンに電力供給するためのものよ。でもハヤブサとかのイオンエンジンは太陽光パネルで発電してるぜ。そうね、みんなが知ってるイオンエンジンのイメージって力が弱いものだと思うわ。一円玉を引っ張るくらいの力しかないとかって聞くよな。でもね、イオンエンジンなどの電気推進エンジンは理論上謎の大電力と大型の排熱装置があれば、原子力熱推進や化学スラスター、ロケットエンジンを超えるパワーを出すこともできるわ。マジか。電力の事情などでそれができないんだけどね。なるほどな。そこで考え出されたのが、宇宙で原子力発電をして電気推進エンジンを稼働させようというのが原子力電気推進なのね。宇宙に浮かぶ原子力発電所か。原子力電気推進のルーツをたどれば1950年代まで遡るんだけど、以前より原子爆弾の中性子発生トリガーなど原子爆弾関連部品の開発製造をしていたマウンド研究所が、1954年に放射性同位元素熱電発電機、一般的に原子力電池というものを開発したわ。これは放射性物質が放射性崩壊するときに出す熱を取り出して電気に変えるもので、太陽光パネルなどの発電方法と比べて安定的な電力供給ができつつ、核分裂をする原子炉と違ってメルトダウンや強烈な爆発をする危険性がないから、早い段階から人工衛星用として注目されたわ。そうなんだな。最初に原子力電池が採用されて宇宙に行ったのは1961年に打ち上げられたトランシット 4A という衛星でね。この時の発電出力は 2.5W だったわ。2.5W って何のために積んだんだ？まあテスト的な意味合いも強いからね。そういうことか。こういう原子力電池は宇宙空間と核燃料の発熱の温度差を利用して発電しているんだけど、発電効率は 10% 未満だから発電効率が悪いというのもあって、今でも数百ワット程度しかないのね。そうなんだな。太陽光パネルと違って太陽から遠くなっても安定して発電できる反面、放射性崩壊熱を利用するから半減期が長いと温度が上がりにくくて発電しにくいし、半減期が短いと熱くなるけど時間とともに温度が下がって発電量も落ちていくわ。一長一短があるんだな。もともと変換効率の悪さで発電量が低いから、大きな電源が必要な電気推進エンジンには使えないのね。なるほどな。そこで考え出されたのが宇宙用の原子力発電システムよ。電気が足りないから原子力にしようという考えがすげえな。1950年代、アメリカは原子力熱推進エンジンの研究と同じ時期に、スナップ計画っていう宇宙用の原子力発電システムの研究もしていて、開発が完了した順にそれぞれ番号が割り振られるんだけど、
奇数番号は崩壊熱を利用した原子力電池。偶数番号は核分裂を利用した宇宙用原子炉で。奇数は低出力、偶数は高出力って感じね。わざわざ分けているんだな。そうね、どちらも放射性物質を使った発電システムなんだけど、この二つは結構違いがあってね。基本的に発生した熱を電力に変換するものなんだけど、原子力電池の方は放射性崩壊をする際に発生する熱を電力に変換するものだから、温度の調整は難しいし、反応を早めたり抑えたりもできないから、発電量の調整もできないし、発電を完全にオフにすることもできないし、半減期との関係で時間とともにわずかながら温度が下がっていくから、発電量も下がることになるわ。なんか自然に任せたような感じなんだな。一方、核分裂を利用した宇宙用原子炉は、地上の原子力発電所と似たような核の連鎖反応を利用したものだから、原子力電池と比べて高い発熱による高出力発電ができるわ。なんとなく怖いな。それに反射材や性予防、中性子毒などで出力を調整できるから、温度調整に伴って発電量も調整できるけど、まあ、きちんとコントロールしないと最悪の場合爆発することになるんだけどね。問題はそれだよな。原子力電池を搭載した衛星が初めて打ち上げられたのは、1961年6月のトランシット 4A で、スナップ 3B という原子力電池が搭載されていたわ。さっき言ってたやつか。一方、初めて原子力電気推進として打ち上げられたのは、1965年4月のアジェナ D 型で、高度 1300km の極軌道に打ち上げられ、搭載されたスナップ 10A という核分裂原子炉から 500W の電力を生成。大半がイオンエンジンに供給されて 8.5mN の推力が発生したわ。8.5mN って、ハヤブサのイオンエンジン1個分くらいか。そうね、でもこの当時って電気推進の研究途上だったから、とても実用向きじゃなくて1時間くらいで故障したわ。まあ、最初のうちはそんなもんだろ。原子炉は一定の電圧を供給する電圧レギュレーターが故障したことで、最大出力が 590W に達してしまい、炉心が自動でシャットダウンしたわ。まあ、無事に安全装置が働いたみたいでよかったじゃないか。そうね。で、この衛星はどうやって処理するんだ？このままじゃ地球に落ちてしまうだろうし。さて、お次の原子力エンジンは。待て待て。嘘だろ？核を積んだ原子炉が落ちてきたのか？誰も落ちたなんて言ってないわ。じゃあ、どうなったんだ？計算では4000年は落ちてこないはずだったわ。はずだったわ。だけど、1979年には少しずつ分解が始まっててね。2010年の段階で70個以上の破片があるわ。デブリとかしたか。肝心の核燃料はどうなってるんだ？もしかしたら漏れたかも。マジ？マジ？あくまで可能性の話よ、可能性の話。そもそもなんでそんなことになったんだ？原因はよくわかってないわ。一番可能性が高いと言われているのは何かとの衝突よ。マジか。その破片とかは落ちてくるのか？高度 1300km となれば大気が全くないから。他に何か要因がなければいつまで経っても落ちてこないわ。でも宇宙空間が放射能汚染されていく可能性もあるんだよな。もともと高度 2000km 付近からバンアレン帯っていう放射線帯があるし、そんなに心配することでもないわ。未来の人類が心配だぜ。スナップ計画は原子力電池だけが続き、アポロ宇宙船や木星探査機パイオニア10号、火星探査機バイキング1号2号、太陽系探査機ボイジャー1号2号など、たくさんの探査機に搭載されていったけど、原子力電気推進は1965年4月のアジェナ D が最後になっているわ。なんでなんだ？イオンエンジンの耐久性がまだ実用レベルじゃないから、大きな電力が必要ないわ。ああ、そういうことか。それにどうしても重くなるし、ボイジャーなどの探査機が原子力電池で十分な稼働をしているからね。それもそうだな。もう二度と日の目を見ることなく忘れ去られるかと誰もが思ったかどうか知らないけど、再び脚光を浴びることになるわ。誰も忘れてねえじゃねえか。1983年戦略防衛構想が発表されてから、NASA 国防総省エネルギー省が協力して、SP100 という宇宙用の原子炉発電システムを開発することになったわ。イオンエンジンが実用化レベルになったのか？というより、レーザー衛星やレーダー衛星などの大電力が必要な研究が始まるから、その需要に応えるためって感じね。
そうなのか。1983年からの3年間は提出されたいくつかの方式のうち、技術的に成立するのか、現実的に完成までいけるのかを検討して、SP100 が選定されたわ。なんだか難しそうな形してるな。原子炉で加熱された液体リチウムがポンプで運ばれ、熱電変換器で発電される仕組みよ。これ、原子炉で加熱してるのに、なんでわざわざ排熱してるんだ？原子炉は反応を停止させてもしばらく加熱を続けるから、システムが高温になりすぎないように冷却を続けるのと、加熱しすぎないようになっているわ。なるほどな。これでどれだけの電気を発生させるんだ？最高で 100kW 級よ。100? これで安心してレーザーが撃てるね。それって安心なのかな？SP100 は安全性の向上と軽量化を重点的に進めながら研究されてきて、目標に近い性能を達成できていたんだけど、重量だけは目標値の 3000kg をオーバーして 5500kg になってしまったわ。大きくオーバーしてきたな。しばらくは研究と開発が行われてきたけど、2003年アメリカの宇宙政策が有人探査に向くことになって、原子力電気推進の使い道も予定にないことから、予算削減に伴って終了したわ。こういう日の目を見ないままの研究って多いんだろうな。このまま宇宙用の原子炉開発は忘れられていくかと思われたある日、当時のトランプ政権の時に復活するわ。マジで？2020年の12月16日、宇宙政策指令第6号が発表されて、原子力熱推進、原子力電気推進のほか、月面設置型原子力発電システムの研究も一緒に進めることになったわ。一体何のためなんだよ。原子力熱推進は主に火星有人探査のためよ。どういうことだ？有人ロケットを火星まで飛ばすと到着まで2時間がかかるんだけど、原子力熱推進ロケットで飛ばすと 25% 前後短縮できるから、搭乗員が宇宙船に起爆する量を減らせるわ。いやいや、原子力から出る放射線量の方が問題だろ。 NASA が言うには原子炉から出る放射線よりも宇宙船による被爆量の方が大きいから、所要時間の短縮による効果があるみたいよ。まあ NASA が言うんだったら。まあちなみに地球から火星まで行くのにどれだけかかるんだ？地球と火星の配置次第だけど、片道でだいたい7ヶ月前後かかるわ。結構かかるもんだな。それに原子力熱推進は燃料を節約することができるから、火星に行った宇宙飛行士の帰還も可能になるわ。火星に人類が降り立つ日がいつか来るのか。一方、原子力電気推進は地球よりも外側にある惑星探査に使われる計画で、原子力電池ではイオンエンジンなどの電気推進エンジンには供給不足だから、原子炉で発電した大電力を活かしてイオンエンジンで加速し続けたり、様々な観測機器を搭載した大型の探査機の打ち上げも可能にするわ。夢の原子力ってことなのかな。そして月面設置型の原子炉は、基地の建設や維持のためにはどうしても電力が必要なことから、大型の太陽光パネルを設置するより小型高出力の原子炉を設置する方が、場所を取らなくて打ち上げにも有利だし、基地建設の際にもメリットがあるし、原子炉の方が出力があるから実験や生命維持のための機器を多く設置できるわ。なるほどな。ちなみに国際宇宙ステーションってどのくらい発電してるんだ？最大で 120kW よ。結構な発電をしてるんだな。ちなみにね、国際宇宙ステーションの建設が始まった頃は、ロシア側がアメリカ側に電力を融通してたんだけど、アメリカ側が大きなパネルを設置した頃からそれが逆転してね、今ではアメリカ側がロシア側に足りない分を融通しているわ。へえ、そういうのもあるんだな。それって光熱費とか発生するのか？するわ。日本も実験棟希望の電気代や宇宙飛行士が滞在する際の水道光熱費や訓練費用が発生するけど、国際宇宙ステーション計画に参加している国家で決められている多国間協定で、交換を利用することにより資金の授受は最小限にとどめると規定されているから、使用料をお金で支払うんじゃなくて、補給物資の提供や荷役運搬、希望の提供や実験機器の使用、宇宙飛行士による役務提供、通信回線の提供などで払うことになっているけど、提供ができない場合お金で支払うことになるわ。つまり基本的にはお金で払うんじゃなくて体で払えってことね。つまりの部分が一番ひどかったな。だけどそういった貸し借りの部分でまだ返してない、返してもらってない部分は、
ミリ交際券や債務としてお金に換算されて残るわ。日本ってどのくらい抱えてるんだ？平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元事業年度だけど、ミリ交際務としておよそ264億円あるわ。結構あるな。いつもより多いね。何か理由があるのか？ HTV 港の鳥の運用が終わって2駅提供しなくなったことが主な理由ね。なるほどな。新しいのが運用され始めたら減ってくると思うわ。新しいのはいつ打ち上げ予定なんだ？予定としては2022年度に H3 ロケットで打ち上げることになっているわ。楽しみだな。さて、話がだいぶ脱線したけど、アメリカが研究を再開させた宇宙用の原子炉は、現在進められているアルテミス計画にも活用される可能性があるし、有人火星探査へのロードマップを短縮できるかもしれない技術だから、これからも楽しみね。生きている間に実現できるかな。政権が変わると宇宙政策も変わるのはよくあることだし、研究の結果ダメでしたってのもあるから、将来どうなるかは神のみぞ知るってことね。どうなるか霊夢が信じる宇宙神様とやらに聞いてくれよ。マリサがヘルメットをかぶってくれたら聞いてあげるわ。じゃあ聞かなくてもいいや。次回からソ連の宇宙用原子力の解説をします。わーわー言うとりますがお時間です。このチャンネルではこれからも宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。それではまた会う日まで。それじゃあな。